が教師グレードだろうが、あの問題児がここに帰ってくるとはね。普通の子なんかいない、みんな見た目も性格も違う。授業まだ終わってねえぞ。ちょうど10年前です。鬼塚が親友を殺してしまったのは。麻辣教师2014、7月4日起锁定正。